ちょ。今日は新卒就活時代の志望職種と、気をつけていたことというテーマでお話したいなと思います。ということで今日はですね、僕のガリアンチャンネル始まって以来初の、リクエスト企画でございます。ありがとうございます、視聴者の方。ということで、しっかりテンションも上げてやっていきたいなと思うんですけれども、今日実際テンション高いんですよ。なんでかっていうと、ちょっと聞いてほしいんですけど、最初にすいません。14時間寝まして、はい、めちゃめちゃ元気です。今日土曜日に撮ってるんですけど、昨日、金曜日で、無事一週間走り切ってですね、ちゃんと仕事も終わって、でご飯食べようってなってお家で食べて、で、美味しいなってなって、眠いなってなって、ベッドにドボンってしたら、もう気づいたらですね、10時になってましたと。はい。20時就寝、10時起床という感じでございます。はい。素晴らしいですね。それだけ、一週間、ヘトヘトになるまでお仕事を頑張ったんだな、走り切ったんだなっていう証拠だと思うので、これはしっかりポジティブに捉えて、はい。やっていきたいなと思います。いや、マジで元気になりましたね。やっぱり睡眠って大事ですね。本当に、今働いてる社会人の皆さん、仕事忙しい時とかあると思うんですよ。まず、食事とか、運動とかも大事ってよく言いますけど、僕個人的にやっぱ睡眠はマジで一番大事だと思ってるんで、僕睡眠不足の日がもう3日とか続くともう一瞬で病むんですよ。だからそれぐらい睡眠って本当にメンタルにもマジで悪影響を与えるんで、それは本当に気をつけた方がいいなと思います。で、無事優雅なモーニングルーティンを進めましてですね、今動画を撮ってるという流れになります。ただ昨日ですね、14時間寝た代わりに家事とか何もしないで寝てしまったので、その溜まっていた家事を全部起床後に全部処理した後動画撮ってるって感じなので、動いてます。僕のだらしないモーニングルーティーンっていうタイトルでですね、過去動画投稿されてますので、気になる方はそっちもご覧いただければなと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、やっと本題に入りたいと思います。改めてなんですけど、今日のテーマは、新卒就活時代にの志望職種と、気をつけていたこと、みたいな感じなんですが、早速、志望職種についてちょっとお話ししたいなと思うんですけど、まずです、結論から言うと、営業を志望してました。営業職ですね。で結構ですね、話すと結構長くなるので、今回、ぎゅっとこう絞ってお話ししたいなと思うんですが、ちょっと、それでも細かいこと気になる方は、ぜひコメント欄とかで教えてほしいなと思うんですけども、そもそもなんで営業をやりたかったのかというところでお話しすると、シンプルに言うと、お客さんの生の声を聞きたかったみたいなところが理由になります。で、これなんでかっていうと、大学時代に広告代理店でインターンしてたんですよ。インターネット広告の代理店ですね。僕1年寄り道して22卒で入社したっていうふうにお伝えしたと思うんですけども、その間ずっとインターンしてたんですよね、がっつり。はい、1年ちょいぐらいですかね。はい、なんかその経験もあって、お客さんの生の声聞きたかったみたいな理由に至ったんですけれども、なぜかっていうと、当初広告運用なので、そのマーケティングにどっちかというと近い職種になると思うんですよ。で、実際どういう業務内容を当時やってたかっていうと、広告、ウェブ広告がバーって配信されますと。インスタとか、グーグルとか、いろんな媒体に配信されるんですけど、その日々の実績っていうのが全部管理画面上で見れるんですよ。例えばグーグルは、グーグルのこの広告、グーグルに出したこの広告が、日当たり、いくら消化されて、で、どれぐらいお客さん、商品売れたのかみたいなのが全部管理画面でわかるんですよ。で、その管理画面のその実績から、今後どういう、ネクストアクションを切っていくのかを考えたりとか、もっとこういう広告文に変えたらもっと売れるんじゃないかみたいな、成果出るんじゃないかみたいなところを、日々考えて実行したりしていくような感じのことをやってましたという感じなんですけれども、それも僕当初やりたかったので、なんかざっくりマーケティングかっこいいなとか憧れがあったので、めちゃめちゃその経験はすごいありがとうございましたという感じなんですけど、なんかいろいろやっていくうちに、管理画面上の数値から読み取れることって結構限界あるなみたいなふうに思ったんですよね。それが結構きっかけ、大きなきっかけだったんですけども、やっぱそうじゃないですか、こう、なんかいくら消化されて、どれぐらいクリックされて、どれぐらい売れたのかってわかるんですけども、それだとなんかなんで購入したのかとか、なんでクリックしたのかとか、なんかあんまわかりにくいじゃないですか。それはあくまでこう、数値からこう、自分なりの仮説を立てて、その仮説をもとにこう、ネクストアクションを切っていくみたいな感じになると思うんですけども、そうなった時に、もうちょいなんか、お客さんの生の声聞いて、で、それをちゃんと愚直にこう、解決していきたいみたいな
感じになったんですよね。で、なんかそのなんか目の前のお客さんのこう顧客の解像度が上がれば、将来自分でプロダクトを作る立場に回った時でもなんかよりこう役に立つんじゃないかとか、成果が出しやすいんじゃないかみたいなことを、まあ、当時ざっくり思ったので、あのそういう、まあ、やっぱまずは営業でしっかりあの目の前のお客さんのこう声を汲み取って、目の前のお客さんのことをこう幸せにするというか、あの役に立つみたいなことを考えて営業を志望してました。はい、いう感じですね。実際それめっちゃ今良かったなって思ってて、あのありがたいことに、その新卒就活でこう内定した企業、入社した企業は最初からその営業というか、その内勤営業とかじゃなくて、その外勤営業っていうあれ、なんかいわゆる何でしょう、そのアポ取り担当みたいな人がいて、そのアポ取ってくれた人が、自分にその商談をこうアサイン振ってくれるんですよね。でその商談を自分が対応してこうクロージングかけて受注しに行くみたいな、なんかそんな感じのことをやってたんですけども、なんで最初からこうお客さんとこう対峙して、お困りごととか理想はどういう状態ですかみたいなのを聞いて、それに向かってこうどうあのどういう解決策を提示していくのかっていうところをなんかずっと考えながらやってたので、なんかそこはめっちゃ ありがたいなというふうに思いました。まあ、そんな感じです、僕の当時の、まあ、営業職を志望していた理由はですね。であと次のテーマなんですけど、気をつけていたことをですね、当時新卒就活時に気をつけていたこと、これもマジで皆さんにお伝えしたいなと思ってたんですけど、大きく3つ挙げましたので順番に紹介します。で1つ目は、カルチャーマッチですね。はい、これめっちゃ大事だなと思っててですね、というのも働く人で選びましたとかってよく内定者の声でよく聞くじゃないですか。なんかそれに結構近いんですけど、やっぱ周りにいる人がどんな人か、まあ、それによってめっちゃ病むか、めっちゃポジティブで頑張れるかでめっちゃ変わってくると思うんですよ。合わない人ばっかにいる環境、その自分と合わない人ばっかがいる環境だとマジ一瞬で病むんで、本当にそれは気をつけた方がいいなと思います。はい、なのでその会社がどういうカルチャーなのか、その例えばだけど、こう行くぞーらーみたいな感じのこう体育会系が強い、体育会系色が強いカルチャーなのか、それとも本当にもうひたすらもうロジカルであればもう何事も許されるのカルチャーであるのかとか、全然違うじゃないですか、それぞれ。だからその中でいろんなカルチャーがある中で、なんか自分がはどういうところに合ってるのかなみたいなところは考えた方がいいなと思っていますっていうところでございます。はい、で2つ目ですね。2つ目は僕はですね、愛せるプロダクトであるかみたいなところは結構重要だなと思ってまして、自分がですね、自分がその売る商品を、まあ、自分がほんの愛せるのかみたいな、ちょっとカッコつけた言い方しましたけど、そこは結構大事にしてましたね。やっぱりその自分がさ、例えばなんかこの商品マジで何の役に立つのみたいなことをなんかお客さんに提案して売れたとしても、なんかこれ人騙してるんじゃないかなみたいな気持ちがどうしても湧いてきて、なんか幸せじゃないなと思ったんですよ、働いてて。だからなんかそこは結構大事にしましたね。はい、愛せるプロダクトであるのかってとこでございました。はい、で3つ目なんですけど、3つ目はぶっちゃけお給料面ですね。これはでもやっぱ大事だなと思って、まあ、やっぱ働く理由の大きな一つで、働く理由の中で、まあ、本当最も大きな理由の一つと言っても過言じゃないと思うんですけど、このお給料面。はい、お金のために働いてるっていう人は結構世の中の大半だと思うので、やっぱりこのお給料面っていうのは大事にしてましたと。例えばですけど、こう自分がめちゃめちゃやりたい仕事だったとしても、お給料月5万円ですって言われたらちょっとね、うんってなるじゃないですか。あとその高い報酬が払われていれば、そのなんかそれがプライドにもつながってくると思うんですよね。こんだけ自分はこういいお給料もらってるんだから、それなりのこうね、価値を発揮しよう、還元してあげようみたいな感じの、気持ちにもなってくると思うんで、やっぱりお給料面もこう一定は大事に見てましたと、はい、いう感じですね。はい、以上でございました。気をつけてたこと3つ話しましたけども、共感してくれる方いましたでしょうか。でね、もっと当時気をつけていたこととかもう無限にあると思うんですけども、まあ、今こうふと振り返ってみて、まあ、強いてこう挙げるなら、まあ、この3つかなっていうふうに思いました。もっといろいろ気をつけたこととか、なんか見ていたこととか、まあいろいろあっ
るとは思うので、なんかそれを思い出したらぜひこの動画で話していきたいなと思ってます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。